ボシャボシャ。まずす、今日もですね、トレー作り頑張ってやっていきましょう。はい、しのごの言わずさっさとやっていきます。一本目はこちら、カエデ。じゃじゃん。これは大宮大盆栽祭り2023でゲットしてきた値上がりのカエデですね。いい感じに、いい感じに育ってます。まあ徒長枝が今年何度か、ね、伸びてたんで、それを切り戻す程度で、今年はまあ樹勢の確認に徹しましょうという感じですね。それであまり触っていません。これは未生の山もみじかな、こんな感じの、まあ単調な立ち上がりをしているやつ、何度か切り戻して、下から出てきてる芽を春からずっと伸ばし続けて、今こんな感じ。まあこの鉢に入れてると徒長が甘いですね。やっぱり根っこが途中で止まっちゃうからかな。はい、こういうのもあります。はい、次行きましょう。お次はこちら、長寿梅ですね。長寿梅の挿し木素材。挿し木なんでまだまだ足元全然なんですけど、まあ豆サイズだったらこれぐらいからもう鉢に入れちゃってもいいかなという気がしますね。これでも少し大きいぐらいかな、豆サイズだったらね。はい、でここ徒長させて大きくしようかなとしている一鉢です。まあ、20鉢になってるんで、20鉢解除して、これの状態で、ちょっと葉っぱの色悪いですね、黄色みがかってる、調子悪い。この状態で刺しておきましょう。で次行きまして、これがナンバーついてますね、 KED の17番、カエデの17番。これも20鉢解除してあげて、 こんなボディしてます。こういう感じね。若干こっち長いですね。ここをおとなしめにして、こっちをメインで育てていきたいところ。こういう感じなんかすでに赤くなってるところあるけど、これ葉焼けかな、葉焼け、単純に葉っぱがもう効力失って落ちていく寸前なだけなのか。でもこういうの見ると葉焼けっぽいですね。先端だけ焼けちゃってんのかな。はい、そんな感じの KED の17番。これもまだまだ細いんでね、枝徒長させて太らせてボディ作ってからですね。はい、でお次がこちら、これはカエデの挿し木素材かな。切り落ちた。おお、根っこ回ってるね。挿し木素材っぽい爽感チックな立ち上がりを見せてるカエデさん。これ足元見えないですね、立ち上がりがよくわかんない。根っこは旺盛に出てるんで、まあ元気は元気でしょう。でこれ枝徒長させて、今こんな感じになってる。で秋になったらまた一成長してぐんと太ってくれるはずなんで、まあそこに期待しつつ、粘り整えてボディできてからじゃないと枝作り楽しめないんで、まだ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 遊べるまで時間かかりそうなという感じね。枝作りで遊ぶのには時間かかりそう、今はボディ作りを楽しんでるっていう感じですね。でそういうのがあって、で次がちょっと大きいんですけど、おお、徒長枝が、よいしょよいしょ、これをドンとドンって乗せて終わりなんですね。このトレイ、残りはこのトレイに全部入ってるんですけど、一旦これどかして先に黒いトレイだけを乗せようかと思います。はい、上の盆栽たちすべてどかして、この黒トレイだけ持ってきました。でこれトンって置いて、ここに全部戻していって、で最後に砂に埋めて終了という感じですね。ほい、ほい、 KED の19番、ここにでっかい叩き傷あったんですけど、もう完璧に巻いてますね、素晴らしい。こういう感じの KED の19番、もう足元は粘りもできてきてるんで、枝作り始めてもいいかなっていう気がしますね。
で、これも枝徒長させて、見えるかな、先端見えるかな、こういう感じね。こんな感じで枝徒長をグイーンってさせてて、ボディを太らせようとしてるんですけど、まあこいつは十分かもしれないですね。もう枝ある程度下に揃えていってもいいフェーズかなと思います。これもこっちに置いとこうかな。で、これが肥料も乗せといてと。で、続きまして KED の3番ですね。楓の3番、足元の雑草を少し抜きましょうか。はい、足元掃除しときました。 KED の3番でございます。20鉢になってるんで引っこ抜いて、この状態で戻していこうかな。この木はね、まあ作りあぐねてる、あぐねてる、日本語合ってるか、紆余曲折あったんですよ。この木も説明したら長くなるんですけど、まあ、とりあえずここに枝欲しいな。ここ。この位置に。ちょうど枝抜き傷あるんですけどね。この位置の、この位置に枝が、こうあったら、ちっちゃく作れるのになぁって思ってるやつ。背高いんでね、ちっちゃく作り直そうかなと思ってます。まあ時間かかりそうですね。回し継ぎするために今は枝を伸ばしてるっていうところ。若干今年もね、葉焼けして水切れしそうになったんですけど、なんとかね、寸前で、まあ若干葉っぱにダメージあるんですけどね、寸前で回避しております。はい、次が KED の10番ですね。こういう感じ。 KED の10番、これもね、この辺りに枝あったら最高なんですけどね。こことか、こことか、ここ、ここ。枝あったらよかったんだけど、ないんで、まあしゃあないか。ないもんはないんでね。しょうがない。で、ボディが細いですね。まだまだこれからなんで、頭一応今年はと、失礼。画面揺れちゃう。頭一応伸ばしてみて、どれくらい太るかなっていうのを確認してます。たらまあ、ここちょっとボトルネックって、ボトルネック、ここがね、ボトルネックになってて、ここ頭膨らんじゃってるんで、まあがっつり切り戻してもいいかもしれないですね。小さく作るんだったら。はい、そんな感じの KED の10番でした。こいつもトレイの中にしっかりと戻してあげようかと思います。 OK。で、楓が来たんで、もう一回楓行こうか。次が、KD の15番ですね。じゃんと。こんな感じのボディしてる KD の15番。ほい。これは、太枝雑誌がついたやつですね。確か。なので、足元が今どうなってるかはちょっとわかんないんで、植え替えしてみたいところではあるんですけど。で、これは挿し木してたやつが切り戻したタイミングで枯れてますね。これは枯れてて。で、ここにも挿し木あるんですけど、こっちは切り戻したやつから胴吹きして、なんとか生きてるっていう感じ。これ関係ないです。本体とは関係ない。本体ここだけね。で、こいつも、まあ調子乗せるためにここ走らせてるんですけど、下の枝が軒並み死んでますね。やっぱこの夏の暑さでだいぶやられてんなっていうの、っていう印象なんですけど。まあこれもね、枝の出どころから作っていかないと、ちょっとこのままじゃあ形にならないなと思ってるところ。どっかのタイミングでガツンと切り戻してね、胴吹きに期待しても面白いかなと思います。よし、次行こう。お次は、荒川もみじですね。荒川もみじ。じゃじゃん。これも雑草生えてんな。枯れ葉も、でっかい枯れ葉もついてるし。雑草も生えてるし。これは、ヤフオクで買った荒川もみじに取り木をかけたやつですね。取り木かけて。こんな感じで。ここまで足元ありますからね。これ違う。これ、
足元のから生えてた枝を抜いた傷ですね、結構太いところで取っているんで、なかなかいい素材ではあるんで、一旦太らせて頭徒長させてて、今こんな感じになってるんですけど、こういう感じ、こんな感じで太らせてっていうか伸ばしてるんですけど、伸ばして樹勢上げつつボディ太らせて、で太ったら切り戻して作っていこうかなと思ってるやつです。よっ、荒川もみじね、枝が暴れるで有名なんですけど、まだなんか素性が分かってないというか、なんて言ったらいいんだろうな、性質をつかみきれてないですね。まだ暴れる様子とかもまだ分かってないです。暴れるってどういうこと？荒川もみじ作りにくいってよく聞くんですけどね、それがどういうことなのかはまだ分かってない。こいつでちょっとね、作りながら確かめることができたらなと思っています。枯葉が、はい、根っこもしっかりね伸びてる。でプレステラーのおかげでここで根っこの成長止まるんで、また中から根っこ出てきて、いい感じにね足元揃ってくるんじゃないかなと思います。今後に期待、荒川もみじ。はい、次行きましょう。ラスト2鉢ですね。これは密生じゃないな、挿し木だな。挿し木の山もみじ、こういう感じの小さい素材ですね。枯れ葉がこう、もう枯れ葉になる葉ですね。こんな感じの、まだまだ若い素材なんですけど、針金もこうついてないな。とりあえず太らせるしかないんで、こういうのを走らせて、枝走らせてって言っても全然伸びてないですけどね、根っこも生え揃ってないっていう感じですね。はい、そんな感じの素材もありまして、山もみじね。でラストがこちら。よっよっ、徒長枝がすげえことなってるんですけど、じゃん、 YMJ の11番ですね。11番、植え替えしたんでちょっと足元落ち着いてない状態ですけど、こういう感じ。足元が見えないのか、植え替える前のね、あの粘りがすごかった、山もみじ。これ覚えてる方いるかな。ここね、でっかい傷跡あるんですけど、裏にね、でっかい穴が開いてるんですよね。穴が開いてたのを2年かけて枝徒長させて、その穴の傷を巻いてあげたやつ。これこれ。ここにでっかい穴が開いてたんですよね。完全に巻いてます。素晴らしい。ここの傷跡ね。素晴らしいです。で、ここのぶっとい緑の徒長枝が、これ。これが今、盛大に伸びてて、よいしょ。よいしょ。よいしょ。っていう感じ。めちゃくちゃ長いです。めちゃくちゃ長い。おら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 、おら、だだーんっていう感じ。なのでこれもね、年々もう3年連続か、今年で枝徒長させる続けること3年連続、どん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 ボディが素晴らしい形になっていっております。で小枝も混んでるんで、おお、傷も開いてるね。こうやってね、虫が住み着くようになっちゃうんですよね。逃げてった逃げてっちゃったよ。この辺のカットパスタなんかも外したら、おそらく下は巻いてくれてる。おー、見えるかな、映ってるかな、見えますかね。ちょっと待って、アップにして見せたい。今撮ったのここ
ここです。なんだろうな、アップにしたら見づらいな。ここね、しっかり巻いてますね。バッチリや。巻きやすいですね、山もみじ。いい感じ。お、邪魔よ。どっか行ってくれ。こんな感じね。これもね、なかなかいい粘りしてるんでね、今後に期待です。結構太くなった。マジで。すごい、すごいっす。で、これをどこに乗せようか。悩ましいけど、ここでいいか。ここにしましょう。ここだとあれ、こうかな。こうして。OK。で、これで全部乗ったんで、まあ、肥料を戻して。肥料を戻して。あとこれか。どっから来たんだっけ。いや、とりあえずこれに乗せとこう。はい、これで乗せ切ったんで、これを埋めなきゃいけないですね。これを揺らして、しっかりと砂に埋めます。底面給水環境を作りたいんでね、しっかり砂に埋めないことには、底面給水できない。おらら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 。らおらららららら。よし。これでいいでしょう。完璧じゃないかな。多分。で、砂巻いて。砂巻いてじゃない。水巻いて、馴染ませて、終わりですね。はい、ちょっと水巻いて馴染ませまーす。はい、これでいい感じにできたんじゃないかなと思います。このトレイね、いいっすよ。これ。こいつとの相性がいい。1,2,3,4×1,2,3 なんで12個、最大12個乗るんですけど、まあ、うちはね、枝徒長させたり、この、幅張りがでかかったりするんで、隙間、ポンポン開けて、間隔開けて乗せたりして使ってるんですけど、これがね、砂トレイとの相性良くって、まあこれとの相性ですね。相性良くて、結構使える。枝徒長させたプレステラって、簡単に倒れるんですよ。これに1メーター近い枝がついてる状態なんで、風吹いたらパタンって倒れちゃうんですけど、パタン。で、隣、1本の鉢が倒れたら、隣の鉢も合わせてドミノ倒しになっていくんで、そういうのを防ぐためにも、これにね、カポってはめておけば、倒れない。これめっちゃ使えるんで、もしね、枝徒長させてる人、どれぐらいいるのかわかんないですけど、僕みたいに枝徒長させて太らせようとしている人がいたら、このトレイおすすめです。はい。まあ、砂に埋める場合は 3×4 とか、このトレイで砂に埋める場合は 3×4。これ、バッチリ。で、まあ、これ単体で使う人だったらね、もっと大きいのあると思うんで、4×5、7とか、4×8 か、そういうのとかあると思うんで、そういうのを使ってみたらいいかなと思います。倒れないってね、やっぱ、すげえいいんで、おすすめ。こういうのを使っていくのはおすすめです。はい、じゃあそういう感じで、本日の作業は以上です。